石の要素を立つな。将来の日本、あまりに暗い。もうすでにその傾向が顕著であるが、生きているより死んだ方がマシだ。生きて苦しむより死んだ方がマシだ。という人々がどんどん出てくると思われる。苦しみ苦しみ生きる。将来の希望なく苦しみ苦しみ生きる。お金がなく苦しみ苦しみ生きる。食べるものが食べられず苦しみ苦しみ生きる。苦しみ苦しみ生きるより死んだ方が幸せだと考える人間がこれより多い時代に、今までより多い時代になる。と思われる。けど、人間生きている限り、なかなか楽に幸せには死ねない。死ねないから苦しんで苦しんで生きる。憲法に最低限の文化的な生活を保障するとあっても、それは空文化する。医学は進歩し、どんどん平均寿命は伸びていくが、それに対応して、長命化した人々を幸せにするような条件の日本の将来は、具備しないと思わ、用意できないと思われる。人はそれでも苦しみ苦しみ生きる。死んだ方が幸せと思いながら死ねなくて苦しみ苦しみ生きる。生きるとは何ぞや、どういうことや、死ぬとはどういうことや、考えんといかん時代が来ている。特に、まあ、やるべきことはもう十分やった。苦しんで生きるより、スーッと自然と消えていきたいという人もたくさん出てくると思う。その点、人間の尊厳を持って生きることができない。それなら無理して生きるより死んだ方が幸せと思う人々について、今まだこれらの人々は自殺とか何とか言われて、マスコミに取り上げられて、冷たい目で見られている。
確か自殺が多い社会は良くないけれども、これは個人を責めるよりも社会を責める問題ではないかなと私は思う。人間の生きる権利のことはよく考えられているが、人間の死ぬ権利についてはあんまり考えられていない。生きる権利、死ぬ権利、考える時代になったのではないかなと私は思う。